何、大森蒔絵は行方不明。はい、地元の警察署に姉から失踪届が出されていました。事件後すぐ彼女は上北沢のアパートを引き払っています。両親はもう他界しているので、とりあえずは岩手の姉の家に泊めてもらっていたみたいですね。けれど1週間後久慈港に行くと言って行方不明になっています。どういうこと？久慈港？どうしてそんなところに？姉には東京から友達が来たから迎えに行くのだと言ったそうです。県警からの情報だと、どうも大森さんが東京から戻った直後、周囲を暴力団関係者らしき男たちが見張っていたそうですよ。ますます怪しいな。大森蒔絵と前田は共犯という可能性はありませんか？前田が暴れてわざと捕まる、その間に大森がこっそり金庫の金を盗む。タラから金を盗まれたなんて届けは出ていない。言えない金だから届けられないんですよ。けど大森が怪しいと気づいたタラがチンピラを使って彼女を岩手で殺して金を取り戻した。いい推理だけど、大森蒔絵の死体は上がっていないのよ。久慈港に沈められたとか。とりあえず明日前田に大森蒔絵のことを聞いてみます。タケ、久しぶりだな。また来たのかよ。タケ、大森蒔絵という人物を知っているか？大森？お前が押し入った事務所の事務員だ。ああ、あの受付の女か。顔はもうあんまり覚えてないけど。知り合いか？お前、もう帰れよ。何を今さら調べてるんだよ。もう解決した事件なのに。これは再捜査で分かった新しい情報なんだ。お前に不利な情報では絶対ない。だから。不利とか言ってんじゃねえんだよ。お前は問題なく大学入って柔道の大会で優勝して警察官の中でもエリート、何でもできていつでもすかした顔してて、人の痛みなんかそんなやつに分かんのかよ。拳銃で友達の腕打ち抜いといてよく平気で会いに来れるな。帰れよ、帰れ。何が帰れだ。お前のせいで明智さんのエリート人生が台無しなんだよ。お前こそ謝れ。キサラにやめろ。前田、悪かった。今日はもう帰る。事務員の女は初対面だ。どうしてそんなことを聞かれるのかわからない。前田は面識ないって？はい。小笠原。こっちも同じ。事件の後一家が弁護士事務所の関係者と前田の関係はしっかり洗ってたけど、つながりは出てないです。大森蒔絵の元同級生やら何やら聞き込みしましたけど、前田との接点は出ませんね。唯一考えられるのは、大森蒔絵は演劇鑑賞が趣味だったみたいで、もしかしたら前田の劇団の公演を見たかもしれないですね。東京で親しい人物は見つかった？それが友達らしい友達はいなかったみたいです。恋人も皆無。上京後の写真もタラの事務所に残ってた履歴書の写真だけですよ。お姉さんにも電話しましたけど、冷たかったですね。一応失踪届は出したみたいですけど、
内心は厄介払いできてホッとしてるのが見え見えで。誰も必要としていない、誰も覚えていない女か。寂しいことを言わないでください。それでもし巻き添えで殺されていたりしたら本当に悲しい事件になっちゃいますよ。掘り起こしてみたら意外な事件になったわね。事件を境に消えちゃった女の人がいるなんて、無事でいてくれるといいんだけどな。これで手がかりが消えたな。明智さん、これチョコレートです。疲れた時は甘いものですよ。ああ、ありがとう。あ、悪い、痺れてるみたいだ。痺れてる？右手だけ力が入らない。変だな。明智さん？明智？おかしい、力が入らない。盗撮事件、今週でやっとクローズできるね。はい、長かったですね。正臣さん、大丈夫かな。あれから3日経つけど。お仕事中失礼。明智君の握力チェックに参りました。ナイス目力。握力にはカウントしないけどね。はい、測定器。脳、脊髄、延髄、神経、筋肉、どこも問題なし。なのに右手だけ握力がなくなるのは完全にメンタルの問題だね。毎日同じことを言わないでくださいよ。上に報告しない代わりに俺が診察してやってるのに、そういう言い方はないんじゃない？はい、今日の握力20キロ。昨日より数値は上がってるな。肩は？肘から上は問題ないと思います。明智君、前田のことを疑ってるでしょ。今指が動いたね。刑事ですから可能性の一つには入れています。大森真紀江と共犯である可能性は高い。本人は否定していますが、彼は役者です。そのくらいの演技はできるでしょう。けど信じたい。刑事としての自分、個人としての自分、職務に忠実であろうとすればするほど個人の自分が否定されて、銃を撃つ右手が動かない。さて、そろそろ失礼するよ。人使いの荒い誰かさんに他にも仕事を頼まれてるって。ありがとうございました。君も心配だろうけど、あんまり考え込まないようにね。明智君の右手はすぐに良くなるよ。見送らなくていい。はい。俺は編み物をやる。20キロの壁を越える。あいつが操作室をちょろちょろするのだけは許せない。わかるけど、なんで編み物とは聞けないな。すごい気迫。リハビリにはあれが一番いいんだって。変わってるよね。そうなんだ。明智さん、何編んでるんだろう。姿勢はいいのに手の動きが見えない。あ、ごめんなさい。気になるのか？かわいい。
キサラギの外回り用手袋だ。迷惑かけてるし。それきっとキサラギさんも喜んでくれますよ。俺には編んでくれないんですか。順番だ。無理せんでええからな。はい。あの、私中林和彦と言います。妻一人、子供は上が小4、下が小1です。住所は世田谷区。すみません、あの、まずはこちらから質問しますんで。ああ、すみません。ちゃんとお伝えした方がいいかと思いまして。何分初めてなもので、勝手が分かりませんが、どうぞよろしくお願いします。小笠原さんのプロファイル通り真面目な人だ。駅で盗撮しようと思った最初のきっかけを教えてください。最初は井の頭線の大きな駅で女子高生のスカートの中を盗撮しました。そのすごく清楚で優等生みたいな感じの子で、こういう子はどういう下着をつけているのかなと、そういう興味で。子供のことで妻と喧嘩した翌日だったので、ちょっと家に帰りたくない気持ちもあって。よかった、スムーズに話してくれそう。あの、はい。あの、あなたはどんなショーツを履いてるんですか。はい。すいません、でもあなたみたいな綺麗で優しそうな女の子はどういうショーツをつけるんだろうって。私見たくなるんです。清楚で綺麗な女の子を見ると、ああこういうこの汚い部分を見てみたいとたまらなくて。真面目そう、でもやっぱり盗撮マニアやな。ええよ、小笠原と交代して。じゃあそういう性癖に自分で気づいたのはいつ頃からですか。はい。交代。私全然取り調べできなかったんだ。今日何かあっただろう。え、今夜は絶対家に行きたいなんてわがまま、お前の口から聞くことは珍しいからな。ごめんなさい。いいよ、もっと言ってくれても。泣きそうな顔してるぞ。何があったか教えてくれ。取り調べでちょっと失敗しちゃって。そうか、例の盗撮犯か。普通の人っぽく見えたんですけど、やっぱり気持ち悪くて。ごめんなさい。そんな思いまでして仕事を続けることはないんだ。この仕事を辞めてもいい。でもまだ正臣さんと一緒にいたいです。俺も同じ気持ちだ。お前と一緒にいたい。けどそれは別に同じ仕事をしていなくても一緒にいられるだろう。でも私あなたのことをもっと理解したい。もう分かってもらってる。私もっと正臣さんのみんなの役に立ちたいんです。もう役に立ってるよ。コーヒー入れたり書類閉じたりだけじゃなくて、もっと役に立ちたいんです。だから
無理をしすぎず自分のペースで頑張ってくれ。俺はお前が辛そうにしているところは見たくない。すみません、こんなことを言っても正臣さんを疲れさせて迷惑をかけるだけだ。ごめんなさい、正臣さんも疲れてるのに帰って迷惑かけちゃった。もう帰りますね。え、もう？あの、紅茶ごちそうさまでした。今日泊まっていかないか？家族はみんな泊まりなんだ。ううん、自分でもう一度一人で考えてみる。わかった。ごめんなさい。いいよ、そんなこと気にしなくて。しかし、アメリカから帰ってきていたとはな。先月に帰国して小さな劇団とはいえすぐ主演が決まるなんてすごいですね。特に喧嘩してるわけじゃないけど妙にぎこちないというか。どうやって話をしたらいいかな。え？いや、大原明美と。そっちか、一瞬私たちのことかと思っちゃった。出待ちしてるファンを装うのがいいと思いますよ。事件のことを悟られないようにか。どうですか？演技をするのか。はい。できるかな。あの人だ。あの、下北グレープのお芝居に出てた大原明美さんですか？私ずっとファンだったんです。下北グレープ？やばい、警戒された。固まってる。私もこの人も明美さんの大ファンなんです。好きです。やだ、ありがとう。前の劇団の時から私のことを知ってくれてるのね。そんなに緊張しなくていいよ、リラックスして。今度この作品に出られるんですよね。あの大森蒔絵さんとは大違いだな。前の劇団は大変でしたね。主催者が逮捕されたんですよね。確か恋人だったんじゃ。恋人？違うですか？まさか、ただの主催者と女優よ。彼、そういう噂を言いふらしてるみたいね。ねえ、鎮痛剤持ってない？なんか頭当たった。頭当たった？昨夜あんまり寝てないからな。あの、じゃあ私たちこの辺で。待ってくれ。一生の思い出にしたいんだ。そんなに熱烈なファン？お
面白い人ね。黙ってればかっこいいのに。なんていうか残念な感じ。できた、演技できたぞ。若干変な人だと思われてましたね。でもそれがちょっと気持ち悪いファンに見えて、相手の警戒心を解いたと思います。演技だ、それは全部計算通りだ。すごく良かったですよ。次の現場検証で活かせると思います。このキャラはもう使わない。それにしてもお前は結構スムーズに演技できてたな。そうですか、刑事っぽくないからですね。きっとお前がいると聞き込みの時本当に助かる。俺だけだといきなり怯えられるか警戒されるからな。なんとか小原明美の指紋は入手できたな。使うかどうかはわからないが。はい、身元をもう少し調べてみましょうか。どうして？何か引っかかるんですよ。そうか、じゃあそっちは任せる。はい。キサラギ、外回り用に手袋を編んだからサイズ確認してくれ。え、あれもう編んだんですか？編み慣れてるからな。ありがとうございます。冗談半分で頼んだのに本当に作ってくれたんだ。嬉しいな。今回お前にはいろいろ世話になっている。え、俺には編んでくれないんですか？順番だ。優しいことを言われてるのに脅迫されている気分なのはなぜだろう。俺が先に頼んだから。俺が先。それを言うなら私の方が先ですよ。本当は如月さんより早く頼みました。じゃあお前、小笠原、藤森、室長の順だ。私は頼んでないわよ。室長の誕生日に送ります。ちょうど冬ですし。うわ、対策の予感。ところでお前の誕生日はいつだっけ？8月30日です。この前祝ってもらいましたが。あ、そうだった、忘れてた。乙女座なんですよね。8月30日生まれ、乙女座、 A 型の男の性格。出た、小笠原のデータベース。恋愛傾向、なかなか相手にアプローチができず、付き合ってからも彼女に誘いを断られるとしばらく落ち込みます。そんなことを占いでわからないだろう。適当に捏造するな。当たってますか、明智さん。でもまあ明智さんに限って女性をエッチに誘って断られることはありませんよね。もしくは気づいてもらえなくて悶々とか。俺だんだん怒りで握力が戻ってきたかもしれない。